皆さんこんにちは、せいかです。今日は私の日常を少しずつ切り取って Vlog でお届けしたいと思います。今日はピラティスに行ってきて、今からみそちゃんと合流してランチしてお買い物したいと思います。行ってきます。あれ、みそちゃんどこにいる？もしもし、着いたよ。え、そう、プラドでしょ？うん、いるよ。あ、あ、え、あれこれ、あれピンクよ。ピンク、白い服。あ、全然もう一個奥だったわ。あ、嘘。え、じゃあそっち向かっていくわ。うん、はーい、はーい。いたいたいた。アニョハセヨ、アニョハセヨ。プラダで待ち合わせ。イエーイ。どこ行くん、どこ行くん。一旦ご飯食べよう。まずいいよ。何食べたい？あの、切れた。今日は絶対あのケーキとかやめよう。ケーキ、フリじゃん。それフリでしょ。ワーホールとかやめよう。おもてサンドだから。おもてサンドではそんなことしません。プラダで待ち合わせだもん。やばい。いただきます。いただきます。ちょっとピラティス終わりなのでサラダにしました。美味しそう。今からどこに向かうんですか？六本木のザラの方にお買い物行きます。はい、せいかちゃんの運転です。こちらが六本木トンネルでございます。短いです、このトンネルは。はい、はい、運転のコツとかありますか？運転のことですか、うん。安全に車間距離を保ちながら周りに迷惑をかけないように運転します。大事、はい。慣れた運転？慣れた。でも毎日運転しようやろ。うん、なんだかんだ毎日運転しよう。楽しい。えら、運転しない方がなんかうずうずする。え、何それ。うん、えら、病気だよ。これに行きます。はい。カジャカジャ。可愛いのあるといいな。こういう淡い色可愛い。なんかベージュの時にさ、こういうの可愛くない？春らしくていいわ。寝元で人生が変わる。確かに。これから松葉をします。今こんな感じ見えるかな。全然下がってるんですけど、バッチリにあげてもらいます。ありがとうございました。松葉終わりはコスメキッチンによってクリームを購入しました。これメイクさんがおすすめしてくれたんですけど、肌トラブルに効くクリームです。でね、これね、香りもすっごいいいのでリフレッシュ効果もあってとってもお気に入りです。こんな感じで可愛いトートバッグにも入れていただきました。めちゃくちゃ可愛いですよね。トートバッグ増えると嬉しいです。おはようございます。今日は今からネイルを買いに行きます。まだね、どういうデザインにするか決まってないんだけど、向こうに行ってその時の気分で決めようかなと思います。行ってきます。今はね、こういうちょっとモカっぽいベージュ系なんですよね。どれにしようか、かわいい、迷う。こういう感じも春夏でかわいいよね。どうしよう。最近ネットフリックスはこの今私たちの学校はを見ています。でね、2位になっているその年私たちはっていうのも面白いらしくて、やっぱり韓国映画ドラマ最近本当に面白いですよね。皆さんネットフリックス何見てますか？おすすめあったらコメントで教えてください。ツルツル、めっちゃ綺麗。なんか先が細いとこう爪も手も綺麗に見える気がします。やっぱネイル変えるとめっちゃテンション上がる。ずっと見ちゃう。いい感じ、ツルツル。最近うちらがハマってるこの美顔器、ガチ美顔器は30万するんだけど、これ3万？2万5000円。2万5000円、
やば。山田電機でポイントもプロがいたことに。プロがいた。これマジいいんだよな。今日帰り買いに行こっかな。これ軽くてさ、そんな大きくなくていいよね。本当そうなんです、ね、すごいなんか PR みたいな、ね、全然 PR じゃないんだけど、これいいなと思って欲しいんだよね。撮影をババババババッとやり終えて、多分もうすぐね、あと2つ切ればおしまいです。今日はピンクメイクです。もう春服だよ、春夏です。めっちゃ寒いけど、私は暑い時に冬服より寒い時に春夏のお洋服の方がまだマシです。暑い方は私苦手なので。春夏めっちゃ可愛いよね、洋服ね。こういうさ、タンクトップとカーディガンがセットアップのお洋服がめちゃくちゃ流行るみたいで、でちょっとねこんな感じで、これは割と丈あるけど短めのタンクトップとかもすごい流行るので、私服撮影があるのでこれ1個欲しいなと思います。見て腕元がねこんな感じでヒラヒラしてて、なんかこれは韓国のお洋服らしい。どこのブランドかわかんないけど。さっちゃんと一緒でーす。一緒でーす。若いね。もう終わっちゃうね。終わっちゃった。ね、終わった？お疲れ様。成果はあと2回。2ぐらいかな。あ、1でした。ありがとう。おはようございます。今日は今ちゃまとローリーズにランチ食べに来ました。駐車場から出るのめっちゃ苦戦した。私苦手なんだよ、ね、本当に。駐車場てか駐車場どこ止めたか分かんなくなったんだけど。あー、もう一回戻んない。やっほー、歩き方で分かる、音で分かる。ごめんね、お腹すいた。お腹すいた。かわいいね洋服今日も。乾杯。おいしい、お水、お水もおいしい。お水すらおいしい。お水すらおいしい。いただきます。おいしそう、おいしそう。これよこれ、これよこれ。私このさ、ちょっと甘めなコーン超好き。わかるね。いただきます。おいしい、おいしそう。本当に美味しい。柔らか。本当に美味しそう。本当に美味しい。幸せ。岩ちゃまの卒業式のリボンとかアクセサリー買いに行ってました。可愛いのあったね。あったね。よかったね。ギリギリね。楽しみ楽しみ、ね、というわけでこれ何日目だろう、これ5日目とかなんだけど、うん、まあ、今回は細かく細かく私の日常とか美容をちょっと Vlog でお届けさせていただきました。またなんか久々にいもちゃまと Vlog 撮りたいね。ね、長めの。かり。というわけで皆さんありがとうございました。バイバーイ。